はい、こんにちは。画家の大塚きのりです。今回は銀箔を焼いてわざと変色させるっていう技法を紹介しようかなと思います。銀箔焼いて絵作りしてる方は結構いらっしゃるんじゃないかな、日本画家の人では。で、銀箔を焼くといっても火とかで焼くわけではないですし、勘違いたまにされてる方がいるのは、銀箔を焼く酸化させるっていうことではなくて、硫化させるっていう化学変化を使うことになります。銀箔は基本なかなか酸化しづらい金属っていうふうに思ってもらった方がいいかなと思いますね。基本的には硫化させるっていうことになります。そして銀箔を焼くっていう方法って大体2種類ありまして、一つは硫黄の粉を使うこと、粉末のものを使って銀箔を変色させる。で、もう一つは液体系のものを使って銀箔を変色させるっていうのがありますね。それぞれ、メリット、デメリットございますので、それらを踏まえてちょっと紹介しようかなと思います。今回はね、粉末系をやろうと思います。液体系の変色のさせ方とかは、また別の動画を作ろうかなと思います。はい、ではまず普通に銀箔を貼っていこうかなと思います。銀箔の貼り方はね、以前の動画で箔の平押しの動画ありますので、そちらも見てください。ちょっとね、カメラの位置でやりづらいんですけど、はい、じゃあこれで普通に乾燥させようかなと思います。はい、乾燥しましたので、余分な箔を取り除いていきます。はい、で、余分な箔を払い終わりましたので、本来だったら、これからね、箔絡止め、錆止めの動作とかを塗るんですけど、今回は、それはまだ塗りません。これから箔を焼く作業に入るんですけど、使う道具がありまして、はい、こちらの硫黄松って硫黄の粉なんですけど、とりあえず薬局とかで手に入ります。よいしょ、粉状のもので、よいしょ、こんな感じで、もう粉末、細かい粉末になっている硫黄の粉になります。今回はこれを使って銀箔を焼こうと思います。ただね、今回このとりあえず粉末使いますけど、液体のものもとかもありますので、それはね、いずれ違う動画でまたやりたいなと思ってます。よいしょ。で、今回がこれ、先ほどまだ仕上げの動作を塗ってない銀箔なんですけど、これに硫黄の粉をまきます。で、そうだね、ちょっとね、マスキングがあったら、なんかちょっとね、焼きたくないところがありましたら、こういうふうに、なんか、ポンと紙とかを置いたりとかして、その部分を焼かないとかもできますので、ちょっとね、試しにこういった感じでやってみようかなと思います。で、まあ、これはちょっと置いといて、今度こっち、ふるいですね。ふるいに、まあ、硫黄の粉を、まあ、多少、ちょっと開けて、よいしょ。で、硫黄の粉をふるいにかけていきます。ちょっと下の方は残しておこうかな。で、これ筆とかで後から払ったりとかもできたりとかするんで、ちょっとつけたくないところとかあったら、こういうふうにやってもいい、取ったりしてもとかしてもいいかもしれないですね。よいしょ。
よいしょ。でこれであとは時間を置きます。一晩とか時間を空けたいと思います。どのぐらい時間をかけたらどのぐらい黒くなるかっていうのは結構気温とかにも左右されるので、ちょっと一概には答えが出ないんですよね。なので微妙に飽きたりとかだったら、その都度様子見てあげるのが大事かなと思います。一回払ったりとかして足りないなと思ったらまた巻いたりしてを繰り返してあげるといいかなと思います。はい、ではまたこれでちょっと時間をかけようかなと思います。はい、でこれ7、8時間を置いた状態ですね。これでちょっと硫黄を落としてみます。バンとやって、はい、こんな感じになりました。それでこの下に落ちたね、硫黄とかはまだ全然使えますので、集めて何か密閉容器に入れて保存しておくといいと思います。でこれで剥落止め、旅止めの動作をこれから塗って終わりになります。それしないとね、錆というかね、反応がこの後も進んでしまったりとかするんで、作業が終わったら必ず動作とかコーティングの何かを塗ってあげるといいと思います。ではね、最後に剥落止めと錆止めの動作を引いて終わろうかなと思います。よいしょ。よいしょ。はい、でこれで完全に乾燥するまで待ちます。動作も乾いてとりあえずは終わりましたね。これがマスキングの紙を置いたところと、こっちははけでね、ちょっとさっさっさっと避けたところになります。ここちょっとね、何かしらがかぶっちゃったのかな、箱を貼るときに動作が上側にかぶっちゃったりとか、何かしらがコーティングみたいな感じになったんじゃないかなと思います。粉末系のちょっといいところはマスキングが少しちょっと簡単だったりしますね。実演でやったように何かしら物をポッと置くだけでもマスキングになったりとかするんですけど、液体系のものであるときはそのマスキングがその液で流れないようなことを意識しないといけないんで、あと今回マスキングにはその物を置いたりするだけでやったりしたんですけど、あらかじめその反応させたくないところにね、コーティングになるような素材を塗ったりするのもありです。動作を塗ったりとかね、することもありだと思います。これはその液体系のものでもできますので、いろいろとちょっと試してもらうといいかなと思います。でもう一つ粉末系のいいところとかは、結構ムラなく反応がしやすいっていうのがありますね。液体系は、その液体の流れるムラ系とかができたりとかするのがあると思います。まあでもそれがすごくキック綺麗だったりはするんですけど、ただ粉末系は色の調整が少ししづらいかなと思います。もっと銀箔は青っぽく焼いたり赤っぽく焼いたりとかっていうのは変化つけられたりはするんですけど、液体系の反応の方がそこら辺は表情が出てくるかなと思いますね。はい、では今回は、これまでになろうかなと思います。またこの動画よろしいと思ったらチャンネル登録、ご評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。